2021年8月某日、兵庫県から謎の新型車両キア261系1000万台10両編成が運ばれてきた。この車両の輸送先は釧路運輸車両所。完璧に283系を叩き潰すために持ってこられた X 車両です。今回はそんなキア261系1000万台の釧路車がなんか運用されてるとね、なんか聞いたもんで、これはちょっとね、見に行ってやろうと思いまして、ちょっとね見に行ってみました。ていうか乗ってきました。じゃあね、そのレポートをね今回はやっていきたいと思います。それでは本日も最後までご視聴よろしくお願いします。外観はこんな感じ。もうね、新車って感じの新車ですよね。デッキ周りを見ていきましょう。やっぱね、新車だからね、匂いもね、ちゃんと新車の匂いだし、めちゃくちゃ綺麗です。今回は自由席に座ります。車内はこんな感じです。それでは座席の方を見ていきましょう。テーブルはですね、こんな感じで結構大きいんですね。なので、パソコンとかも置いてね、カタカタできますよ。座席のモケットはカタカタっす。そして特急十勝5号帯広行きは2分遅れで発車しました。というのも、丁寧方面からやってきたですね、普通列車が遅れてたそうで、それでね、特急十勝号も遅れるということになりました。なのでね、本来ね、特急十勝出発するときに隣にスズランはいないはずなんですけども、まあ入線してきたということで、結構ね、なかなかレアじゃないかなとか思ったりはします。特急十勝号の自由席は4号車にあるので、札幌駅を出るときね、すごくいつもより長く感じました。インフォメーションボードとかもね、全く仕様が変わるということはなかったですね。ちょっとね、残念な話で、換気する音がすごい大きすぎて、車掌さんの声が全く聞こえないっていうね、ちょっとなんかすごい重大なこと言ってたんですけども、全く聞こえませんでした。ブラインドはこんな感じでね、もうほとんど変わんないっていう感じでしたね。柄とかも全然変わってませんでした。床もまあ変わらないっていう感じ。いやー、快適にね、特急列車に乗ったの久しぶりですね。そしていつの間にか列車は新札幌駅を発車していました。というのもですね、これ完璧に僕のミスなんですよね。 Twitter でね、ちょっとね、なんかいろんなもの見てたらね、もう新札幌着いてたんですよね。なので到着しに撮ってません、ごめんなさい。ビルの窓にね、列車が発車するっていうね、なんかいい感じですね。やはり新車の座席ということもありまして、結構本当に綺麗なんですよね。ただね、本当に座席硬いのでお気をつけください。今回はキア261の1220に乗車しました。川崎2021と付いていることで、これはもう完璧に新車だということが2021年製です。デッキ周りをちょっとだけ見ていきましょう。ドアの色とかも特に変わったようなところは全くありませんね。それではキア260の1220、3号車の方に向かっていきましょう。3号車にはですね、トイレが備わっておいて、そして洗面台もあるということで、結構ね、利便性が高いようになっております。そして荷物棚もありました。そしてこんなところには業務用室もありました。絶対ね、開けちゃいけない扉というか、絶対開かないですけどね。やはりね、トイレもかなり綺麗でありまして、めちゃくちゃね、いいなって感じでした。トイレは綺麗でも座席は硬かったです。今回は南千歳駅で降りるので、まあ降りる準備をしています。釧路さんの261なんですけども、やっぱりまだ新車ってことで、結構座席とかも硬かったんですけども、まあ快適でした。今後快適になってくれそうって感じです。はい、以上、降ります。こっからはまた関係ない話になるんですけども、本当にね、最近日落ちるの早くなりましたよね。だってもう3時台にはもう日もう傾いてるから、ちょっとね、特急大空6号もね、札幌駅で撮影しづらくなってきましたね。さあ、 DF200 のね、貨物列車がですね、出発していきました。この南千歳駅はかなりね、線形がいいので、貨物列車もその試運転とか通過する列車はですね、かなりぶっ飛ばしていくんですよね。なので貨物列車が高速で通過しているところを見てみたいと思う方は、ぜひこの南千歳駅でね、お越しいただければ見れると思います。それでは降りていきましょう。さて、今回はキア261系1000万台の釧路車に乗ってきたということで、お送りしてまいりました。結論からすると、札幌とか函館とかにいるキア261系1000万台と何ら変わらなかったですね。なので皆さん、このキア261系1000万台のね、釧路車が運用に入っていれば、ぜひぜひ乗ってみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いいたします。それでは、さようなら。